はい、高橋亮と申します。香川県で今ですね、ウェブの広告代理店をやってまして、活動しております。PCM に入る前はですね、お客様に対して広告の運用代行という形での提案ですが、コンサルという形の提案だけだったんですけども、そこでちょっとサービスの単価の限界というところを感じたので、もっとお客様のなんか売り上げのアップとかに貢献できるものがないかなってところで、悩みを持ってました。そうですね、最初の印象としてはなんかもうプロモーションっていうところで全体をこう学べそうだなっていう印象から入らせていただいて、そこでちょっと興味を持ったっていうのがきっかけですね。はい。私が入ったきっかけとしましては、理由としましては、そうですね、もう本当に最前線のですね、生の情報をこう仕入れることができるのと、あとはいろんなこうなんですかね、型といいますか、いろんなテンプレートという形で、すぐにこう導入できそうな形があったので、それで決めました。参加してからはですね、今の既存のお客様に対してはプロモーションの、案件という形で提案をさせていただきまして、今実際、3件ですかね、プロモーションの案件を動かしてまして、また時間の効率ってところに関しましても、今までなんかこうプロモーションという形で何かしらこう、例えばメルマガとか箱推とかも準備期間に23週間とかかかってたんですけども、それが1日とか1週間ぐらいで終わったりとか、かなりこう効率的に実行できるようになってます。あの時入ってなかったとしたら、おそらくですね、今まで通りですね、お客様に対してプロモーションこういうのできないって言われても何をすればいいか分かんない、全くゼロベースから調べるところからスタートすると思うので、めちゃくちゃ時間かかってたと思いますし、それで成果が出るかっていうのはまた別問題ですごく悩んでたかなと思います。そうですね、これからなんかウェブのマーケティング、プロモーションとかをこうやっていきたいって形であれば、ここに来れば全てが揃ってるかなっていうふうには感じますので、だったらこの環境をフルに使ってですね、やっていただければ成果っていうのは出るんじゃないかなっていうふうに個人的には思うので感じます。はい。